はい、皆さんこんばんは、おしょうでございます。ドロドロンドロンやっていきましょう。で、今回はね、はい、第8戦役の緊急やっていこうかなって思います。はい、ブレイモノ、あ、ブレイモノじゃねえ、これ巡礼者かどうやったらこれをブレイモノって読むんだ。あ、でね、今ね、なんかね、期間限定のイベントで経験値がね、ちょっと上がりやすくなってるんだよね。経験値が上がりやすくなってるじゃん。経験値が上がってて、レベルが上がりやすくなってんだよ。で、なんかね、ちょうどいいんじゃね？結構、こういうさ、難易度が高いところって経験値うまいからさ、今のうちにやっといた方が得でしょ。よし、行きましょう。さあ、気になるところはね、M16 がね、あ、もうやっぱ失踪した後か。うん、まあそうだよな。M16 に何があったのかっていうのがやっぱり気になるね。はいはい、ペロペロペルシカちゃん。指揮官ロートソップ2は無事16ラボへ戻ってきた。あーってか、そうだよね、もう。ロートってソップ2しかいないんだよね、もう。AR 招待。初期面で言ったらさ、もうソップ2しかいないことになるじゃん。M4A1 が復活しない限り。あとは検査が完了して、傘が埋め込まれていないことを確認したら7号ファイルを取り出せる。あ、そういえばさ、傘ウイルスについてさ、ちゃんと詳しくね、なんか教えてもらったんだよね。まあ、簡単に言ってしまうと、なんかまあ、洗脳ウイルスみたいな、そういうらしい。やばいね。情報漏洩とかそういうレベルじゃなかったわ。びっくりした、俺。今は M16 の安否が気になるんですよ。気になりすぎて夜しか眠れません。待っている間に探しに行きましょう。あ、え、マジ？探しに行けんのこれ。へぇ。作戦はアンチジャミング設備を利用して行うわ。これらは全部ローが現地に残していったものよ。あ、そうなんだ。あ、前回の作戦で？効果範囲が広くない上、どこも行ったことのある場所だけど、舞台を動かすには十分だと思う。とりあえず第一区域から M16 の捜索を始めましょう。なんか、あっという間に普通に作戦区域に戻ってきたな。なんかもうちょっと厄介なもんかと思ってたけど。このステージマジで長いんじゃ、これ。死を届けにました。え？これあれじゃん。最初のムービーじゃん。こいつ、いつも死を届けてんな。届けるんだったらあれだよね。お茶ぐらい届けてくれればいいのに。パンツ見せてるくせに。てか、パンツ届けて、パンツ。うん。あ、こんなボイス入ってたっけ？このシーンに。ここが初？ここは私のメンタルモデル？ああ。つまり過去の記憶ってことか。エージェントさ、この段階だとパンツ見えてないのになんでわざわざ見せてくるんだろうね。そのさ、あの足の銃の位置的にさ、あのパンツ見せなくてもさ、普通に撃てるやろって思うんだけど。親の顔より見たこのシーン。第3セーフハウスでリコの遺品を探していて、それからエージェントの待ち伏せにあって、M16 が私を助けてくれた。ああ、そうだね。でも必要にせら、せ、はい。または、別れた。そして俺の語彙力も別れた。我々は分散して敵を引きつけ、お前のために時間を稼ぐ。ああ、冒頭のシーンだね、これ。これが一番確実な方法なの。てか、そうだよね。見捨てたんだよね、結局のところ。他の造園の部隊とかは多分もう全、これで全滅したっていうやつだよね、確か。で、カラクもなんか、なんか、ステンだかスコーピオンだかが帰ってきたっていう、それだったよね、確か。うわ、懐かしい、この、すっげえスタイリッシュな、M4A1。後ろで倒れてるのは、なんだっけ、誰だっけ、お前誰だっけ、エクスキューショナーだっけ、お前誰だっけ。それからまた別れて、いや、なんかあれだね、回想シーンみたいになったね、急に。もっとよく考えて。いや、今は考えない方がいいんじゃない？あれ？ルガーじゃん。あれ？ルガーの、一緒にいたっけ？え？ウロボロス懐かしい。お前そんな立ち絵もらえてたんだ。懐かしいな、ウロボロス。お前出てこない、また。私にはわかる。全部まやかしよ。全部間違ってるのよ。クソ。M4A1 のクソっていうのをボイス付きでぜひ聞いてみたいんだけどな。ここはどこ？一体何者なの？あら、子猫ちゃん、意識が戻ったの？お！ペロペロペルシカちゃん、どうした？ここは16ラボ、あなたの生まれた場所を出た、この、いつも コーヒーこぼしてる立ち絵。それじゃあ、あなたのメンタルモデルを検査させてもらうわ。見た感じ、問題なく稼働してるみたいに。あ、そうなの？問題ないんだ。いや、でも問題あるだろ。ペルシカリア、あなたを作り出したものよ。ああ、ペルシカさんのことも覚えてねえんだ。あれ？
俺の指揮官のことは覚えてんだよね。俺のことは覚えてんだよね。マジか。マジか。そういうことか。これは416に殺されるな、また。何度でも死んでやるさ、つって。あなたの AR の隊長になって私が作った優秀な人形たちを統率するの。人形。私は人形なの。あ、そういうのも忘れてんのか。復元後のあなた、思っていたより可愛いわね。は？あなたが私にリコがくれなかった答えをもたらしてくれるといいんだけど。あれ？なんか見た目変わってんのかな？もしかして。それよりあなたの戦友に会ってみない？何？メンタルが激しく揺れ動いているわね。この子夢でも見てるのかしら。人形が夢を見るなんて全くどういうことなんだか。まあ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 。振り返って M4A1 を読めません。きっとこの子が特殊なんだわ。ずっと特殊特殊って言われてたやん。あれかな M4A1 次なんか仲間になるときは別の人形の枠になってんのかな。今持ってる M4A1 じゃなくて。さてちょっと人形のさ修復を待ってる間にさ、今回のガチャさ、これ素晴らしくないね。すべての衣装が俺素晴らしいと思うんだこれ。ね、あーもうこれはもうあれですよ。もうね、いやねえ。気持ち悪い。俺クソ気持ち悪いわ。なんだこのうへへへへって笑い。キモ。たださ、今回さ、人形のスキンだけじゃなくて、俺さ、家具もいいなと思ってんだよね。ほら、これ見てよ、これ。大図書館っていう家具シリーズなんだけどさ、ほら、ブラッドボーンやった人だったらわかると思うんだけどさ、何この、カインハースト城のさ、なんかあれの大図書館みたいな雰囲気出せそうじゃないこれ。てかね、俺もともとさ、仕事が図書館職員だから、なんかね、ちょっと、あ、いいなって思っちゃう。なんかこういう図書館に俺勤めてみたいと思ってたからさ、うん。ちなみにね、世界のね、なんだっけ、図書館みたいな感じの、図書館の写真集みたいなのがあるんだけど、そういうのを見て、ヨーロッパとかのね、結構ね、図書館だったりすると、こんな感じのものが置いてあったりする。さて、じゃあ、巡礼者の第2やっていきますか。てかね、もう、一発目が結構きつかったからね、これ実はクリアできないんじゃないか説も浮上してるっていう様式日。さてと、また回想シーンすか。あ、M16A1。ペルシカ応答してくれ。え、なに？あ、これあれか。今生き残ってるやつ。あ、違うのか。あ、まだいなくなる前か。あ、違う。いや、いなくなってる。いなくなってるわ。あいつ大丈夫なのか。今のところは計画通りよ。それよりデータ保管庫で何をしていたかローに見られてないよね。あ、出た！これあれか、裏側か。え、これ過去編？過去編なのか、それとも今俺が血まなこになって探してる M16 とペルシカさんは、更新してるってことなんこれ。今更やめられるだなんて言わないでくれよ。ただどうしても分からないことがあるんだ。メンタルモデルの不安定性が引き起こしておかしな疑問だと思って答えてくれないか。今更でしょ？どうしたの？もうお前狂ってんだろみたいな。リコの死についてだ。前にグリフィンのデータベースを調べたとき、378件もの報告が彼の死を事故死としていた。あ、リコって男？俺女かと思ってた、リコって。だから私にはそこまで執着する理由がわからない。彼が昔何をしていたとしても今はこの世にいない。なのにどうしてそこまで気にかけてるんだ。その死が疑わしいからよ。たとえ死ぬにしても不慮の事故で死ぬなんてありえない。どうしたのよ。そこがどうしても受け入れられないの。ああ、なるほどね。事故で死ぬようなやつじゃないと。その事故はあれか、誰かが起こした事故だった可能性があるわけだな。あんた本当に研究者か。あなたと同じで私も命からがら逃げ出した経験があるの。生き延びることも一種の技術ね。なるほどね。とにかくあなたの目標は例のあれよ。安全に調査を行えないよう鉄血の構成や指揮官が抑えてくれるわ。お前そのために俺のことを送り込んだな。そういうことか。 M16 を探すために送り込んだんじゃなくて、 M16 をかけながら援護するために俺のことを送り込んだってわけか。なるほどね。これは作詞。本当に研究者かあんた。機関ネットワークに侵入して7号ファイルの捜索を始めたときに、こっそりローのメンタルモデルを使ってマルチチャンネル検索を行ったんだけど、本当に作詞だなこいつ。その時面白そうなファイルを見つけてついでにダウンロードしておいたの。よくできるなそんなこと。鉄血ネットワーク内のファイルはどれも感染源になり得るんだが、これも今更だな。鉄血のウイルスはローさえ自分で解決できるほどレベルの低いものよ。でも重要なのはそこじゃない。
このファイルをダウンロードしたのはその暗号化方式のせいよ。鉄血のものとは全然違っていたの。つまりこれは一通の手紙であなたに収穫をもたらす招待状なのよ。座標を受け取ったでしょ。招待状？カインハーストからの招待状っすか。今までいろんなことを経験してきたが、こんなゾッとする招待状は初めてだぞ。残念ながらね、ジャック・ダニエルが出てくるようなパーティーの招待状じゃねえっていうことだな。ここに来て怖くなってきた？もう怖いって言って帰ってきてくれよ、お前。私のメンタルも崩壊するかもな、特に今は。残念だよ、このメンタルモデルがコピーできないなんて。積んできた様々な経験も M4A1 に渡してやれないんだな。ああ、そういうことか。何事も彼女と結びついちゃうのね。すごいね、めっちゃシスコンやね。シスコンって言い方したら失礼かもしんないけどさ、なんか、ただ M4A1 に燃えてるだけのなんかダメねえみたいな感じになりそうだから。それこそあんたが私に暮らした唯一かつ絶対の命令じゃないか。任務は最愛の人を守ること、そして殺すことみたいな、あのメタルギアソリッドみたいな感じ。嬉しいわ、覚えててくれて。あの子はもうすぐ目覚めるわよ、 M16。 本当にマジで姿変わってるかもしれないな。 M4A1 じゃなくなる可能性があるのか、もしかしたら。もういい、何を話すか考える時間もないし、それよりさっさと行こう。今の私にはもうそれしかできないんだから。奴らは遊びの邪魔ね。パパって終わらせるわ。敵の急所はそこよ。私の正体。ちょっと待って、なんかすげえガチムチ集団なんだけど、何これ。ちょっと待って、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。何これ、勝てるこれ。大丈夫、よかった、砲撃要請しといて。ここで倒れるわけにはいかない。ガチムチ集団すぎるでしょこれ。全面が、しまった。そう、見て、撤退。私、お姉ちゃん見てた。危ねえ危ねえ。こんなの楽勝だよ。ガチムチ集団すぎるだろ、あんなん。びっくりした。てかあれか、2万超えてたもんな、作戦の能力。あれいけないんだけど。ああ、びっくりした。まあいいや、なんとかクリア。このステージは楽でよかった、本当に。1時間後、ああ到達したんだ。話が早くて助かる。交渉のようだ、荒廃してるが。入って M16、 あの信号を見つけて確認してちょうだい。私一人でか。ざっと見ただけでも中が入り組んでて、見つけるのに相当時間がかかりそうだが、マジでさ、応援送ってあげてくんない？これ。俺を応援に送れ、もう。今なら鉄血のネットワーク使えるよ。地形をスキャンしてメンタルモデルのデータと一致するものがないかどうか確認してみて。無茶ぶりすぎない？なんか。ん？この記録は？この交渉のマップの一部がある。え、なんで？一体いつ取り込んだんだ？やっぱり。 M16、 あなたはここに来たことがあるのよ。あなたのメンタルモデルにはマップのダウンロード権限がある。交渉のネットワークに接続すれば再ダウンロードが始まるわ。え、来たことがある、ここに。にしては覚えがないぞ。メンタルモデルは書き換えられる。あなたのメンタルモデルにはごっそり消去されている部分がいくつもある。どうしちゃったのそれ。知ってるでしょ、あなたのメンタルモデルはコピーができないって。毎度思うんだけど、この M16 のしかめっ面みたいなのすごい好きなんだよね。つまりあなたの記憶は全て唯一無二で、バックアップはないの。ひとまず消去されれば、それはもうどこにも存在しないことになる。はあ。あの FBI が使ってるなんかあのすげえ顔ペルシカさんすげえ顔してんな。うわってなってる。あの FBI が使ってるさ、なんかあのデータ復元するやつみたいなのないの、ああいうの。それは言うまでもないだろ。そういうこと、その点を利用したってことね。やられたわ。となると、あの作戦は本当に大爆死だったよね。どういうこと？今考えてみれば、私はかなり幸運だったみたい。いや、あの納得のよく説明をしてください。長々とため息をついた。そりゃそうだろ。そりゃそうだろ。一体何の話だ？知ってるかしら？誇張事件。え、誇張事件？何これ？こんなストーリーであったっけ？あ、今から説明されんの？リコが不良の死を遂げたって事件だろ。あ、そうなんだ。何、あの胡蝶だけに幻お蝶にでもなんか印刷された。そうや、ある晩鉄血の交渉で暴動が発生した。未だ原因は不明で、いきさつも謎のまま。リコもこの事故で死んだ。それからよ、鉄血が人類の不具大抵の敵になったのはこの頃から暴動が始まったってこと。じゃあこの交渉が全ての面倒事の始まりなのか。今の状況からするとそうしか考えられない。ということは、ここになんかあの暴動を起こすためのデータみたいなのが残ってるってこと。誰がそれが分かったことで何の役にも立たない。交渉の権限はいただいたし、門も開いたぞ。今内部は移動中だ。あたりは弾痕に血痕、ボロボロの部品で溢れてる。重要そうなものはないな。さっきっ
と片付けられた後だ。片付けといてこのざまかよ。だからこそあの信号を調べる必要があるの。余計なことは気にしないで、あなたに残されてる時間は多くないんだから。はっ、ここで何が起きていようが、私のメンタルモデルにどんな細工が施されていようが、そんなことはどうでもいい。だがもう一度だけ言っておく。私は仲間や指揮官に嘘をついてまでこの命令に従った理由は分かってるよな。この唯一絶対で最優先されるべき命令のため。安心して M16、その点において私たちの考えることは一緒よ。なんかその笑顔信用ならねえぞ。なんかペルシカさんも怪しくなってきたぞ。なんか大丈夫かいな。ただペロペロしてるだけ の研究者じゃなかったぞこれ。あ、ペロペロしてんの俺か。何にせよね、今んとこ M16 が無事でよかったなって思った。うん、とりあえずなんかあれだね、やっぱ訳ありだったんだね。うーん、なるほどね。ペルシカさんとあの秘密の命令か。お、俺いいピエロだな俺ね、M16 探してきてて、ペルシカさんにお願いされて、あの部隊派遣して、その内実は M16 の援護ってわけだろ。とんだピエロだな俺ね。まあいいじゃないか、ピエロらしく待ってやろうよっていう話だよ。し、じゃあ今回ここまでっすね。じゃあ次回は、第8戦役終わらせましょう。で、暇があったらね、あのさっきのスキンガチャか、もしくはこの北極ギーツネのビンゴガチャ、まあビンゴガチャっていうのもわかんないけど、それやろうと思いますんで、まあそれは短編でやろう。ちょっと時間がかかりすぎる。よし、じゃあ今回はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。